お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらの迫撃オールブレイカーっていうデッキをね、やっていきたいなと思います。というわけで、まあ最近ちょっと迫撃のね、動画が多くなってるんですけど、まあそれだけね、迫撃が強いっていうことなので、今日もね、迫撃やっていくんですけど、迫撃プラス、まあいろんなね、カードが最近こう、まあ一緒のデッキに入ってるんですけど、まあ初めてね、迫撃プラスオールブレイカーのデッキが生まれたんじゃないかなと思います。迫撃プラス、こう、ディガーのね、こう、まあ削るデッキっていうのはこう、今まで何度かすごいあったんですけど、まあ迫撃プラス、まあディガー、そしてそこにオールブレイカーっていうのは、まあ初めてかな。まあ基本的にウォールブレイカーで攻めて、まあなんか相手がちょっときつそうだったら、こう攻め迫撃して、で、まあ攻め迫撃通りそうになかったら、まあ、あれですね、防衛迫撃をしてっていうところで、まあ、やっていければいいかなと思います。まあ迫撃がこう、おお、相手、雪玉トルババで、なんか、自分からなんかすごいことになっちゃってましたね、今。面白かったな。さあ、というわけで、迫撃が通んなければ、あれなんですよね。いや、お前、ババ、今頑張るんかいっていう、ちょっとね、守れないと思いましたね、今、ババで。さあさあさあ、というわけで、切り替えでやっていくんですけど、こう、迫撃が、まあ、使われる理由としては、ですね、まあ、攻めでも防衛でも使えるっていうところですかね。こう、まあ、言っちゃえば、攻めでしか使えないカードだったり、守りでしか使えないカードがあるじゃないですか。まあ大砲だったら防衛専用、ボムタワーとかもまあ防衛専用ですし、まあ基本やっぱこうそうなるんですけど、こう迫撃って、こう、まあ攻めでももちろん使えるんですけど、攻めで腐るときですね。まあなんだろうね、こう相手がすごい陸受けが豊富なときとか、そういったときに、こうまあ攻めで使わずに防衛としてしっかり活躍できるっていう。で、防衛としてだけでなく、まあ、攻めとしても使えるっていうところで、こう、まあ、なんかいろんなカードとね、組み合わせやすいっていうところが、まあ、あるんじゃないかなと思います。まあ、最近だったら、迫撃プラス、スケルトンラッシュ。で、迫撃プラス、ロイヤルホグとか。まあ、そんな感じでね、迫撃プラス、今回はまあ、ウォールブレイカーで、まあ、迫撃プラス、なんか普通の、こう、迫撃枯渇ディガー、なんか枯渇枠多い、やりゴブコームとかいっぱいいるディガーだったりとか、まあ、なんかいろいろね、スケバレだけのやつとかも最近ありましたし、まあいろいろね、ありますよと。いう感じで、ここ相手ディガー気がないと思うので、ディガー飛ばして、遅れてウォールブレイカーでね、ちょっとどうしようかなっていう風な感じにさせてあげます。で、相手今回あれですね、バルーンですね。バルーンで、普通のボムタワーバルーン。普通のって言ったらあれですけど。そうそうそう。で、ここはまあ大丈夫でしょう。耐えれそうで高めますけどやりつつでワンチャン左を攻めてもいいのかなあ。相手はこれタルババ使ったのでこれ雪しかないのでこのウォールブレイカーの受けがきついのとなんならここの辺でこう攻め迫撃とかをしてあげることによってちょっとねペースがまた変わりますね。相手からしたらえってなってどうするってなっちゃうのでさあここで一発入ってねえな。これ多分マスキが来るんですけど今雪玉使ったんでウォールブレイカーも足してあげてで、おボムが、どっこいしょ、どっこいしょ、はい、ネス最後の、ちょっとね、際どい、入るかどうかでしたけど、まあ、入らなくても、守って削り勝てたんじゃないかなと、まあ、思いますという感じで、こう、まあ、ウォールブレイカー、基本的な攻めはウォールブレイカーでいいかなと思いますね。なんで、迫撃は、まあ、初めは温存してね、まあ、ロイホグだったとか、まあ、スケラデッキとかだったらまた変わると思うんですけど、これはね、こう迫撃よりも軽くて様子見やすいウォールブレイカーが入ってるので、ウォールブレイカーでいいかなと思います。さあ、相手は、ホグと、まあ何でしょうね。多分、普通 2.6 ホグとかだと思ったんですけど、クエイクホグっぽいですね。このデッキね、クエイクホグだけはきついんですよ。クエイクホグだけはダメなんですよ。でも、クエイクホグ引いていくんですよね、僕ぐらいになると。まあ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 、言うてね、戦いましょう。頑張ってね。まあ、ウォールブレイカーにウッド雪があって、迫撃砲にクイックがあるっていう感じなので、なかなかね、僕のこう、攻めが通らないっていうところですね。さあ。うわ、相手うめえ。キング起動しようとしてる。できんのかな？なんかできた覚えがあるけどな。できなかったっけ？さあ、とりあえず、守られるでしょ？いや、これ、なかなか鬼畜ですよ、これ、皆さん。あ、でも、どうにか、スケドラとかかな？スケドラが相手ちょっときついとかないかな？まあ、ウォールブレイカー、
ディガーして、これに、いや、OK、もう一枚咲く。ボムか？いや、間に合うの。うわ、でけえ。でけえ、なんでだ？相手、ボム多分間に合った。回ってなかったのかな、たまたま。さあ、マスケ置いて、防波置いて、まあ、クエイク打たれたら、打たれたですけど、そうですね。ここがね、もうこれで痛い。これで痛い。痛い、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 痛い。ないと、触れ。もうダメージ負けてるんでね。まあ、あとは、ディガー削りですよね、しっかり。そこのディガーで削っていく。遅れてスケが出てくるか。ここにスケ。あ、ないとか。まあ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 。まあ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 。悪くはない。悪くはない。で、むずいですね。ここはちょっとホグ来そうなんで、スケゾロン出しつつ、一応迫撃も置いてね。で、ウォールブレーカーを飛ばしても、ウッドで終わる。あ、一発でけえ。一発マジででけえ。で、クエイクという気で、僕のマスケットはやられちゃうんですけど、今クエイク咲いたばっかなので。よしよしよし。これはあるな。全然あるな。いや、これは一回こう無視して攻めます。攻めて、OK。これ多分無理だろ。うわぁ、受けれるか。まあまあまあ、ペースはちょっと僕にね、来たんじゃないかな。壊す、陸受けない。これ一発入るでしょ。一発入れ。一発入るだけででかい。OK、OK、OK。これ端前、ちょっとね。いやー、やばい。これ、一個折れたな。一個折れたのはマジででかい。けど、ワンチャンこれ守れないかな。いや、守れろ。守れ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 。デリ、デリ。初登場、デリ。で、やばい。うわ、クイック出れる。ちょっと待って待って。おー、危ねえ危ねえ。今だって、クエイクもう一瞬、一秒ね。早かったらというか、コスト間に合ってたら負けてたっていう感じでね、目がかったんでいいかな。と思います。さあ次、3戦目ですかね、やっていきます。まあ今のはね、迫撃がまあ腐る。クエイク相手にはちょっと腐るかな。まあでもクエイク撃たれるまで迫撃を置かないっていう手もあるんですけども、まあ、なんかホグを抑えるのにどうしても置かざるを得なかった。まあ逆に、置かずにスケトラで守ってからクエイク打ってから攻め吐くとかもねすごい刺さるんじゃないかなと思いますが、とりあえずウォールブレーカー投げていきます。投げ得最強にコスですね。久しぶりに使ってる気がします。さあで、わあ、これは置いて置いてジャイ釣りつつ守りますね。でこれはないと置くかデリでいい気がするな。いや、なんならデリもいらなかったかな。まあ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 、これはいいでしょう。最初なんでね。大体はダックプレイメガゴなので、J ですね、J。さあ、プリンスで、相手は、あれを使ったので、あれですよ、ディガー、じゃねえ、んジャイを使ったので、そう、ジャイは来ないですね。で、これ、オルブカ、あ、やべ、間に合わん。うわ、最悪。ちょっと待って待って、痛い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 。オッケーオッケーオッケー、ナイスディガー。で、タレで耐える。おーい、これはね、またまた、面白い試合に始まっていきますよ。うい、ババ戻れ。いや、これちょっと痛いですね。で、これがまた難しいですね。今回でジャイホリーなんですけども、どうする？ね、どうする？本当に。今日は僕ちょっと動画今静かなんですけど、撮影。まあ、なぜかっていうと、僕ん家にまた焼き鳥くんというね、同じチームの、プロリーグ今戦ってるんですけど、同じチームの子が泊まりに来てて、まあそれで寝てるんですよね。人の家に来て、秒で寝るんですよ、彼。なので、僕がまだ動画撮ってないのに寝るので、勝手にね。だからもう静かに撮るしかないんですよ。僕がせっかく気使ってあげてるっていうわけですね、本当に。困る子でなんですけどね、彼本当に。さあこれ、だから5マスケザップ打たれる、打たれない、相手ファイブ使ったなぁ。で、ダックプリを読んだ、うじょ。1、エレキか？エレキないよね。オッケー、できた。いい。うわぁ、いいザップ。うわ、いい。うわ、メガゴ？メガゴそんな滝優秀か。で、まあジャイいないときにね、迫撃で攻めたいんですけど、おー、でもこれは美味しいですね。いい感じに守れてます。で、いや、これ勝てますよ、ぶっちゃけ。負け、ないっすね。でやっぱ削られてる同塞だと後ろからなんかプリンスとか流れてくるんで、逆塞をちょっと攻めていきたいですね。あえてこれだけできついと思うな。でも俺もきち、あー、やべ、左めっちゃおしゃれなことされてる。おしゃれだけど、おしゃれなだけ。
そう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 、おしゃれがダゲーとか言ったらすごい良くない、良くないですね、マジで。これちょっと攻め役までやっちゃいます。いやちょっと微妙か、この攻め役良くないですね。だってダックプリで送られちゃいますもんね。やばいやばいやばい、もう右デリの、右デリの左、いやこれやばいですね。あの終わった説あるな。耐えます、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 耐えろ耐えろ耐えて、耐えれる。これあの走らせます、こっちで、わーっていけ、やべやべ、プリンス、オッケーオッケー。いやめっちゃいい防衛、めっちゃいい防衛したけど、いや待ってくれ待ってくれ待ってくれ、神様僕を助けて、神様神様僕を助けてくれ。よいしょ、ういういナイス、いい、もう一回釣る、もう一回釣る、あーいて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 、これ無理じゃね。ちょっと待って、誰か助けて、これ無理じゃね、気づいたっす僕、あのもう無理っすねと思うじゃないですか。でこっから勝つんですね。でほら相手がやっぱ勝てると思って攻めてくるんで、そこをボコボコにしていく。あーめっちゃいいファイブ、なんかウォールブレイカー、よいしょ。このウォールブレイカー釣りこんなに頑張ってんのに、頑張っても勝てない。さあどうする。いややべ、めっちゃいい、それのチェイいい、ワンチャンある、ワンチャンあるかな、ワンチャンあるように見えるだけなんだよな、でもさっきから。いやちょっとうめえんですよ、しかも相手もこのディガーがね。いやワンチャンあるように見えるんですけどね、見えるだけなんだよな、マジ。よし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 、気合で気合で気合で、いや一発、いや入んね。ああ、あのまあこれあれですね、僕がまだ本気出せてないっていうのはね正直あるかな。ちょっとね、あのやっぱ小声で動画撮影してると気合が入らないんでね、あのまあこういうこともあるかな。ちょっと相手うまかったっすね。なんかなんかいい、なんか嫌でしたね。さあというわけでちょっと負けちゃったんで、もう一戦、もう一戦行きたいと思います。であの今週から試合が土日ですね。なんでこの動画上がってるのが金曜なので、まあ明日明後日と、まあ基本夜6時以降からですね、はい、試合があるので、で YouTube でね、クラロワリーグイーストと調べて、あの見てもらえるとね、すごい応援してもらえると嬉しいかなと思います。もうあのリーグも後半戦に近づいてきましてね、すごい今激アツなところなんでね、ぜひぜひ見ていただけるといいかなと思います。多分そろそろあの動画サボると思います僕。よくリーグだあの中に今すごい動画出してる方だと思いますね、自分の中でも。なのでまあそろそろサボると思うんですけど、よいしょ、できるだけね動画も出せるなら出していきたい。さあこれは雪玉が来る、あでも君たちなら耐えれるで、なんならこれ雪玉打ってコスト使った後のこのスケドラカウンター D がうざいと思うんですよ。でこれで雪玉もないので、ボーうわーい、あ待って、スケドラ帰ってきた、帰ってきたと見せかけて自分から爆弾の中に突っ込む勇者のドラゴン、いやバカだな。まあ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 、で今回ではボムタワーバルーンですね。あれボムタワーバルーンなんか一戦目やらなかったっけ、なんか多い気がしますが、まあなんとか耐えれるでしょう。で右サイド攻められてるんで、まあ、これは相手がパイポとかポイズンとかないと思うので、攻められてる側にね、こういうユニットを出していきます。これは一回捨ててケツからでいいかな。さあ、採血で。端前来たら、デリバリー蓋で、来なかったら、よいしょ。これは？え、待って。お、釣れるよな。よかった。焦る焦る焦る。今、なんかもうちょっと簡単に釣れてくれていいんだけどね。いやーで、これは、絶対この、マスキサイト後のスケドラの雪が絶対きついんですよ、マジでこれ。これだけできついので、これにリガーを飛ばすっていうのは結構大事ですね。さあ、でもマスケとスケドラで基本的に守っていきたいですね。で、迫撃の、位置がすごい悩むんですけど、一応攻め迫につながる方がいいかな。ちょっとやばいかな。ちょっとやばいか。相手のマスキがうまい。相手のマスケちゃんがうまいっすね。まあ、これタレで処理して。これでね、ウォールブレイカー行くんですよ、ここで。あはー、ボムに全部割る。今、ウォールブレイカー入れなかったですね。なんか、ボムがちょうどないタイミングとか、ちょっと出しにくいタイミングとか、
結構コスト使ったタイミングでね、ゴールブレイカーを出していきたいですね。さあ、マスケナイト作りつつ、おお、これは迫撃で釣って、スケドラで押さえて、よいしょ、と釣れますよね。で、迫撃が打ってくれそうだな。あ、2体目マスケ来る。やばいですね、これ。ちょっとやばいかも。ここを押さえたいですね。迫撃、おい。で、雪玉なのでリセットされない。ごめん、なんか動画だけどめっちゃ静かになってた。たまにやるですね、たまに。ちょっと考えちゃうんですよね。申し訳ない。これバルーン来る、スケドラ出して、あ、これやべえかも。雪玉打たれて終わる。いや、待って、めっちゃいい防御する。これデリカ。一発入ったらやばい。うわ、危ね。心臓に悪いねん。悪いねん、悪いねん。さあ、あれは結構ドラゴンが頑張ってくれたので、タルババで処理できそう。で、タルババで処理しちゃえば、あ、マスケを先にね、処理してくる。この、攻め迫撃のしつつ、防衛迫撃でね、まあ、処理できますよと。で、あ、これ迫撃一発。一発。いや、これマスケをワンチャン処理する説あるな。マスケを処理すると思ったんだけど、いや、キワか。いや、いい、スケドラ、いけ、来た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 、ナイスナイスナイス、あれあれ、あー、よし。煽られたってことは、相手は負けたってことを自覚してるんで、そうなると、俺の勝ち、よし。謎理論なんですけど、まあ、勝ててよかったですね。まあ、そんなわけでね、ぜひ、まあ、迫撃ちょっと強いですし、ノーマルだし集めやすいし、結構便利だと思うんで、こう使ったことない方も使うの結構おすすめします。なんか無課金の方で、だから無課金おすすめのカードとかデッキ教えてくださいってあるんですけど、まあ僕は迫撃砲とバルキリーだと思ってますね。まあなんか、とりあえず強いんで、まあそんな感じで、はい。ぜひ、こちらのデッキ使ってみてくださいってわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。